はい、今日はカルディから発売されました台湾風芋団子粉を使って台湾のお団子ゆうゆえんを作ってみたいと思います。これはね、あのね、中にね粉が入っていてミックス粉になってるんですけれども、皆さんゆうゆえんはご存知ですか？このパッケージのイラストの通り、台湾ではローファーっていうね、お豆腐のようなデザートにトッピングして食べることがとっても多いです。ここにもゆうゆえんの説明書きが書いてあるんですが、台湾の伝統的なスイーツ芋団子は、タロイモやさつまいも、紫芋を使って作るもちもちのお団子ですと書いてあります。このね、パッケージのイラストが紫のお団子になってるので、あ、タロイモのお団子なのかなと思ったんですが、ここのね、原材料を見てみるとタロイモはね、入ってないですね。タロイモのゆうゆえんも美味しいんですが、さつまいものゆうゆえんもとっても美味しいので、早速作ってみたいと思います。芋団子粉を開封してまいりました。ではボウルに開けてみたいと思います。はい、粉はほんのりね、紫色ですね。はい、でこの粉に水60から 70cc を少しずつ加えていきます。水を全部入れて、で、ちょっとね、こねてるんですけれども、こんなボロボロなんですが、ちょっとこねていきたいと思います。はい、こねてみました。こんな感じでいいのかな？ちょっとね、まとまりにくい感じの生地になってます。なんか耳たぶぐらいの硬さって書いてあるんですが、うん、私の耳たぶはよりちょっと硬いかもしれない。私はね、足りがないからかもしれないんですけど。はい。でもまあ、まとまったのでね、まあ、これでよしとしましょうか。ね。はい。では、この生地を4等分していきまーす。包丁で切らなくてもいいかもしれないんですけど。なんとなくね。はい。4等分かな。4等分した生地を丸めていきまーす。この後ね、棒状に伸ばすらしいので、ちょっと俵型にしてみようかな。はい。こんな感じかな。では、台の上で転がして、20センチほどの長さにしていきます。結構ね、生地が硬いので、押し付けるように転がした方がいいかもしれない。でキッチンペーパー引いてたんですけど、全然ね伸ばせないので、ちょっとまな板の上で直接伸ばしていきますね。少しだけ体重かけるようにして、で指先とか手に力を入れて伸ばしてます。こちらを2センチ間隔で切っていきます。2センチっていうことはこれで10個ってことですね。2センチってこれぐらい？こんな感じかな。だいぶ大きかったみたいです。ちょっと大きさがバラバラになっちゃった。まあいっか。芋団子の生地こんな感じにできました。はい、では沸騰したお湯で生地を茹でていきます。茹で時間は2分間です。もうすぐ茹で上がりなんですが、お団子が浮いてきて、色が鮮やかになってきました。はい、茹で上がったお芋を30秒冷水にさらして、水を切ってきました。すごいツヤツヤですね。食べ方は、日本のね、お餅のように、ぜんざいとかにしても美味しいそうなんですけれども、かき氷やドーファーのトッピングにしてもとっても美味しいと思います。私は家にあった黒糖でシロップを作ってみたので、シロップと一緒にいただいてみたいと思います。
はい、茹で上げたゆいえんを黒糖シロップに入れてきました。黒糖シロップは熱湯に黒糖を混ぜただけの簡単なものなんですけれども、よく冷まして氷と一緒にひんやりとしたデザートに仕上げてきました。では早速ですが、ゆいえんいただいてみようと思います。いただきます。もっちもちです。なんかお団子よりはタピオカみたいなもちもち感があります。でもこれがね、台湾の方が好きなね、キューキューな食感ってことですかね。台湾で食べたゆいえん思い出しました。お団子には特に強い風味はないので、やっぱりただのシロップではちょっと物足りないと思うので、こちらのように黒糖を入れたり、あとはゆで小豆と合わせたり、日本のね白玉団子のようにね食べた方がいいんじゃないかなっていう気がします。あのタロイモのねゆいえんだったらね、ちょっと一味あるんですけれども、こちらはね本当にシンプルなお団子という感じの味です。このもちもち食感とかき氷やドーファーなど、これからのねひんやりスイーツにとっても合うと思いますので、ぜひ興味のある方はお試しください。美味しかったです。最後までご視聴くださいましてありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。